北京北部の群都山にある、発達例頂上巨要関。群都山と太閤山脈の間の巨馬川峡谷にある、縁山山脈は中華人民共和国北部にある山地。河北省の河北平原の北を囲むようにそびえる。名は、南に、縁国があったことにちなむ。北京市の北部の群都山から、塩白川の峡谷を越えて、山海岸までを東西に走る。特に、 北京市西部の塩白川峡谷から山海間までの間が、競技の縁山であり、大房山、鳳凰山、霧霊山などの名山が点在する。北京北部の群都山から塩白川峡谷までは大縁山とも呼ばれ、群都山西橋の巨馬川峡谷と巨洋関の向こうは、下北平原の西を南北に走る太閤山脈である。主に石灰岩、河口岩、 玄武岩などから構成される。海抜は400メートルから1000メートルで、最高峰の霧霊山は、海抜2116メートルに達する。南の河北と北の内モンゴルをび、両西を隔てる縁山には、多数の渓谷があり、これらは南北を結ぶ愛路として、戦略上重要な役割を持っていた。主な道には、古北口、木根口、霊口などがある。 また、万里の頂上の東端は、縁山の上を走る。石炭などの鉱物資源が豊富な他自然も豊かで、山脈内には、霧稜前自然保護区がある。正徳には、新朝皇帝の離宮である、秘書山荘がありその周囲の山々は立ち入り禁止の土地として自然が保たれていたが、真の崩壊以後は相次ぐ戦争や開墾により多くの森が切り倒された。 ありがとうございます。